山本正氏は、広島県広島市出身のプロ野球選手、右と左だだ。広島県立秋南高校では、野球部に所属していたが、肩と腰を痛めて、長期離脱し、3年生児も背番号は、3であった。故障復帰のために、自宅で、自主トレーニングを行ったり、高校では、陸上部コーチのアドバイスを受けたりしたという、受験勉強をしていなかったことから、 独立リーグを震度に定め、四国アイランドリーグプラスのトライアウトを受験し合格、徳島インディゴソックスへ入団することとなった。初年度の2013年は、選手登録外の練習生であった。スコアラーや、球場のカウントインジケーター操作を行い、また吉し勝らとの選手の配球などを見る一方、練習生は、無給のためトレーニングの後に、ガストのキッチンでアルバイトをしていた。 二年目の2014年は、開幕から、選手登録される。チーム二試合目となる4月6日の対抗地、ファイティングドッグス戦で中継ぎとして初登板。5月14日の対抗地ファイティングドッグス戦では、完封勝利。7月には、四国アイランドリーグプラス選抜に選出され、フューチャーズ交流戦の第二戦に5番手として、登板した。このシーズンは31試合に登板し、 前期は、先発、後期は抑えを中心に起用され、4勝5敗6セーブ、防御率2.54。愛媛マンダリンパイレーツと対戦したリーグチャンピオンシップや群馬ダイヤモンドペガサスと対戦したグランドチャンピオンシップでは、合計4試合で終盤にマウンドに立ち、無失点。いずれのシリーズでも優勝決定時の胴上げ投手となっている。 2014年プロ野球ドラフト会議にて、中日から8位指名を受け入団。背番号は51。チームには、同性の山本正が在籍しており、本来であれば、登録名を山本正とするところだが、これでは、漢字は違っても読みが同じであるため、フルネームの山本正氏での登録となった。2015年8月6日に一軍登録され、8月13日の、 大阪新戦の八回に公式戦初登板。二千十六年は一軍登録なく、十月二十八日に来期の契約を結ばず育成契約予定と発表される。二千十七年十月三十一日に自由、契約公示され十一月十七日に育成選手として契約交換する。二千十八年十月一日に来期の契約を結ばないことを通告され、 10月31日に自由契約工事。11月13日の12球団合同トライアウトに参加。打者3人と対戦し3奪三振。最速時速 148km だった。トライアウト後、読売ジャイアンツから入団テストのオファーがあり11月16日にジャイアンツ球場のシート打撃に登板したが不合格となった。12月5日。 ベースボールチャレンジリーグの富山 GRN サンダーバーズに入団することが発表された。2019年の成績は26試合に登板して2勝4敗、1セーブ、防御率5.54だった。シーズン終了後の10月22日に富山を退団と発表されたが、11月1日に再契約することが公表された。2020年は、 先発を中心に起用され、15試合に登板して9勝1敗、防御率2.40といった成績を残す中で89脱三振を記録し、西地区の最多脱三振のタイトルを獲得した。12月7日には、NPB 復帰を目指し参加回数上限となる2度目の12、球団合同トライアウトに参加。打者三人と対戦し、先頭の田中明る日に安打を許したものの、 二人を三振に取り、最速時速 146km を記録した。2020年12月21日、同じリーグの神奈川フューチャードリームスへの移籍が発表された。2021年8月11日、対ニーガダアルビレックスベースボールクラブ戦では、7イニング制試合の参考記録ながら、日本の独立リーグチーム同士の公式戦では、初となる完全試合を達成した。 この年は69奪三振の成績で、地区別表彰としては2年連続となる東地区の最多奪三振を獲得した。ワインドアップの投球フォームから最速時速 151km のストレートとカットボール、フォーク等の変化球のコンビネーションで三振を奪える投球が特徴。投げっぷりの良さも評価されており、自身も 気持ちの強さを前面に出して投げる投球スタイルとセールスポイントに挙げている。ありがとうございます。